A の薬は一緒です、はい、B を変えます、はい、うん、B というのは1回の1日1回の、はい、1日1回ってやつを変えて、はい、2日に1回にします。2日に1回、あ、治療の薬ってことですね。そうです。だから、そんな範囲に説明しますけど、まあ、A は1日2回、ないし3回飲んでもらって、B は2日に1回、夜にお待ちください。じゃあ今日の夜からね、そうすると今日が24ですよね。そうすると次が20、偶数日飲んでもらってください。で、入る中身は、最高、うん、そうだ。これも消炎鎮痛剤ですけど、あの今飲んでるやつよりももうちょっと効果が強いです。で今飲んでるやつはあのキーステロイドの消炎鎮痛剤のピロコクシル で、これはステロイドの効果、はい、でいい作用と悪い作用というのを保管しますからね。で悪い作用を出さないように何度もセットの飲み方をお話ししますね。でステロイドホルモンの中で一番よく使うのが副腎素ホルモン。で副腎素ホルモンの中で一番よく使うのがプレベンソ。消炎鎮痛剤もあるし、かゆみも、まあ、抑えます。かなり抑えます。それからちょっとご飯食べます。あ、そうですか、はい、でお水も飲みます。そうするとおしっこもたくさん出てきます。そうするとボディウエイトも上がる可能性があります。これがいい作用ですね。ダメな、感染に弱い。感染に弱い。例えば風邪ひきやすいとかね、膀胱になりやすいとかね。で、そこで A にさ、A の薬にあの抗生剤が入ってるんですよ。だからあれを必ず2回、ないし3回飲ませてください。そうすると、これは出ません。それから、これを毎日飲んじゃうと、毎日2週間、2週間以上、まあ、飲むのを長期投与って言うんですけどね、まあ、この子だ長期投与、こうするといろんな副作用が出ます、うん、人間でもそうなんだけど、ホルモンのバランスが崩れる、ホルモン病、副腎素ホルモンだから副腎素機能亢進症とか糖尿病とか、それからあとは、皮膚が薄くなる、それから、お腹がちょっと膨らんでくる、よく言う暑い傲慢、まあ、これはですね、大抵肝臓が大きくなってくるんですね。それでお腹が大きくなってくる。それからステロイド性の過呼吸になると思います。呼吸が速くなるからですね。あとは神経症状、喧嘩みたいなのを起こすものです。で、毎日です、これ、ま、毎日の場合、2週間、はい、2週間以上、はい、問題はこれ出るのは、出る子は2週間とか3週間とか1ヶ月とかで出ますよ。だからもう最初から2日に1回、はい、そうするとこの長期投与の薬が出ます、はい、でこの薬を飲んでる子は結構たくさんいます、はい、で、あとそれでもしうまく反応してくれたらね、はい、2週間で減量する、この量をね、そういうふうにはしたいんですけど、まず1週間、2日に1回ちょっと使って抜くのが減るか減らんか、今まで通りこの観察を分かりました、続けるってことで、それからエゼルスカラに関しては、まあ、抜かなきゃ無理に作る必要はないんだけど、抜くんだったらやっぱり今が4時間で遅くないじゃないですか、うん、まあ5時間を持ってくるんです。毎日やらなくてもいいから、つけたら、だからつけたら滑るわけだから、だから
あの机の基本でね、おいでって乗せて食べさせて、頑張るよってつけて、じゃつけたらつけて手から食べてくれるんですよ。それはハブね。ね、でしょ。だからつける前に散々ハングフィーディングしてさ、声かけして褒めといて、つけたらすぐやって、なんとかつけて食べれるようになるといいんだよ。それをちょっと。なんとなく察するみたいで、察するんです、はい、思ってることを察するみたいで、うん、もうその時点で食べてくれる、うん、そうですよね。だから難しいとこなんだけど、でもやるとしたら それしかないんですよ、はい、続けてやってみます。はい、でまあ無理やったとき無理に4時間にしなくても4時間でちょっとちょっとしんどそうなのと思ったら4時間とか3時間でまあ試してほしいんですけど、はい、だってエリザベスカラーをつけるんだったらちょっとずつ時間を長くしても24時間つけるないと意味がない。外れてるときに抜きますもん、ね、そういうことです。だけど、はい、そのつけっぱなしにしといて、で24時間つけっぱなしにしといて、で1日1回ちょっと外して一瞬ね、でまたつけると、そういうふうにして、もしくはもうずっとつけっぱなしで、ね、そこまで行きつけると私思えなくて、すね方がすごいので、いや、なんとなくわかるんですよだからそういうところがね、あるんだなって思うんですけど、上の子、ノーマルの子が、あの吐くとき、吐いたり吐き戻しするときにやっぱりつけるんですけど、この子はその時についてないと、あの上の子のつけたエリザベスカラーを取るのを手伝おうとするんです。あ、そうそれはあの、この子たちにしないと、あの自然のものじゃないからエリザベスカラー、どう考えたって遊んで、この量はね、あの1瓶に5ミリの4分の1、だから1.25 1.25 ミリ入れさせてもらいますね、1つのボトルに対して。だから、で、1滴だからね、そうすると飲んでも、これで2滴、3滴、4滴しか使わないから、ほとんど余っちゃいますからね。あ、はい、でもそれはもうしょうがない、はい、今までのも余ってます。もっと余ります。はい、2日に1回だからね。そうですね、うん、じゃあこれ必ず2日に、でこれ B 飲んだらさ、 B って書いておいてください。はい、ここに書いて、 A と B と書いてありますよね。はい、だから A、B で今日の夜は飲ませる。はい、ここは休みと、はい、でここは飲ませる、はい、じゃあそういう感じで、ね。はい、じゃあそれでちょっとお薬作りますね。お願いします。ね、聞いてるわ。